グナッシュはアドビフラッシュフォーマットのコンテンツを再生できるフリーのメディアプレイヤーである。グナッシュはゲームスワフのパブリックドメインのコードを元にして作られている。2005年12月にゲームスワフはフォークされ GNU プロジェクトスタイルに再アレンジされた後、グナッシュプロジェクトとして Firefox プラグインの開発が開始された。名称は GNU と フラッシュから取られている。これに加えて、プロプライエタリなソフトウェアをインストールしなければ、自分の使っているプラットフォーム上でフラッシュを再生できないことに対してはぎしりするという意も含まれ、ダブルミーニングとなっている。本来、英語のナッシュはナッシュと発音されるが、GNU をヌーではなくグヌーと呼ぶのと同様に、グナッシュはグナッシュと発音される。ライセンスは、 GPL であり、その開発プロジェクトは FSF の公有線フリーソフトウェアプロジェクトに挙げられている。FSF による GPL3 リリースに伴い、g n a s h のライセンスはバージョン0.8.1から GPL3 になった。g n a s h はスタンドアイロンのフラッシュ再生ソフトとして動作する。KDE ベースのものはクラ a s h と呼ばれる。またプラグインとしても使われ、 ファイア f フォックスのような文字ラ系のブラウザやコンクラーで使える。グナッシュは C で実装され、ブーストが利用されている。グナッシュは複数のバックエンドを持っており、レンダリングにはオパングル、アグ、カイロなど、サウンドには SDL、グストリマーなどから選択できる。アグは主に組み込みシステムなどオパングルが使用できない環境での利用を想定している。GUI としては、 GTK プラスや QT、フレームバッファなどが用意されている。今のところリリースされているのはベータ版までである。g n a s では Adobe Flash プレイヤーが持つ機能を実装することを目標としており、SWF と FLV に対応している。Adobe Flash プレイヤーに存在せず、g n a s に存在する機能に拡張機能がある。これは、Flash の仕様にない機能を追加するものである。 拡張機能はデフォルトで無効になっており、有効にするにはユーザー設定ファイルで明示的にオンにする必要がある。クナッシュは64ビット環境を含む Linux、MacOS、f r e e b u s d NetBusdo、p e n b u s d Elix や Windows、OS2 などで動作する。なお、Adobe Flash Player の Linux 版は X86、互換 CPU のみで動作し、 パワー PC やスパーク上の Linux やフリーブスドはサポートしない。また、64ビット対応の Adobe フラッシュプレイヤーについては Linux 版がアルファ版としてあるが安定版の Adobe フラッシュプレイヤーはない。この他に対応フラッシュプレイヤーがリリースされていない DiskOS や最新のフラッシュプレイヤーがバージョン4のビ i s にもクナッシュが移植されている。また、スマートフォンや PDA などの組み込みシステムでも動作する。Adobe はフラッシュの使用書を公開している。しかし、以前はフラッシュの再生ソフトの開発に利用することを認めていなかった。そのため、クナッシュの開発メンバーは Adobe のライセンスに縛られないように、それを参照せず、Adobe の開発ツールを利用せずに Web 上に存在するフラッシュファイルを集めて解析するという。 クリーンルーム方式での開発を行っていた。しかし、2008年5月1日のライセンス変更でオープンスクリーンプロジェクトが始まり、使用書を参照しながら互換プレイヤーを作れるようになった。クナッシュメーリングリストの最初の投稿ウェルカムツーザ、クナッシュプロジェクト。2008年5月13日閲覧。最初のアルファリリースのメッセージ。2008年5月13日閲覧。 3番目のアルファリリースのメッセージ。2008年5月13日閲覧。最初のベータリリースのメッセージ。2008年5月13日閲覧。グナッシュ0.88リリースド。グナッシュプロジェクト。2010年8月25日閲覧。ホワットドーズ。グナッシュスタンド r 2009年3月12日閲覧。 フリーソフトウェア財団の高優先フリーソフトウェアプロジェクトのリスト。2008年5月13日閲覧。グナッシュ GPLV3。2008年5月13日閲覧。AB ビルドメイトリックス。2008年5月13日閲覧。用語集。2008年5月13日閲覧。ユーザー設定ファイル。2008年5月13日閲覧。 Flash Player 必要システム構成。2008年5月13日閲覧。Adobe アドビラブスダウンローズ l a s h Player 10。2009年3月8日閲覧。Flash Player の64ビット版オペレーティングシステム対応状況。2008年5月13日閲覧。Risk OS2 g ゲットフラッシュワードサポート。2008年5月13日閲覧。 グナッシュ・フォービス。2008年5月13日閲覧。How do Gnash d e v e ナッシュ・ r ベ w ッパーズ・ワーク・ウィズ・ザ・アドビー。マクロミディアユラ・ u ー a 2008年5月13日閲覧。Adobe and Industry Leaders Establish Open Screen Project。2009年9月10日閲覧。ありがとうございます。